ドルータピーノスカイパーフェクトラジオ、こんばんは、河原月です。よろしくお願いします。岡村くんね、はいはい、12月20日夜7時から、うん、はい、メンバーと見る椿ファクトリーコンサート2021、うん、日本武道館、あ、キャメリア日本武道館スペシャル、うんうんうん、正式名称もう一回いただいていいですか。正式名称は概要欄に、はい、書いておりますので、いやいや、そちらをご覧いただいて、まあ、タイトルとかにも入ってるでしょうから、はい、ぜひねそちら参照いただいて、まあ、椿ファクトリーさん、はい、日本武道館公演っていうのこの前ね、はい、CS のテレ朝チャンネルさんで生中継しましたけど、はいはいはい、それの、うん、まあ、編集された映像を、うん、見ながらメンバーと一緒に見るという生放送をさせていただくことになりました。またこれはすごいすごいですね。これはね本当にね、あの生配信とか、うん、あのやらせてもらってたじゃないですか、はいはいはい、その時にね結構コメントとかでもねいただいたんじゃないかな、うん、この声は。あ、これじゃあもう視聴者の案もちょっとこれ入ってんじゃないかという、うん、そう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 、もう本当にね視聴者の皆さんの声で出来上がったと、うん、このチャンネルがあるからこそ生まれた、うん、こそ生まれた番組だと皆さん、思っていただいて、チャンネル登録者の皆さんは誇っていただければなと思いますの で、 そうですね、で僕もこのノリに参加したいよって方はぜひチャンネル登録をしていただいて、そうですね、はい、はい、ここにチャンネル登録していただければまだね声が届く可能性がありますよ と、 いうことでね、うん、あと、そのなんていうのか、子さんっていうのかな、はいはいはい、っていうのにまだね、うん、まあ、始まって1年目ですから、まあ、今このチャンネル登録すればもうこのチャンネルの子さんだよ と、 ということでそういうところでね、はい、皆さんもねチャンネル登録してこれからも楽しみにしていただければなと本当にね思いますんで、12月20日の、生放送、はい、ぜひお楽しみいただければなと思います。なるほど、はい、それはあれですか、もう生放送、まあ本当にね、うん、重複しますけど、うん、もう本当にもうフルフルってか編集されたやつをフルでも丸々みんなで見ると。あ、そう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 、そうですね、僕もまだちょっと中身確認できてないけど、はいはいはい、多少その MC 部分とかカットされてるのはあるけれども、うんうん、まるまるその映像を、武道館のライブの映像を本人たちとね見るという、で出るメンバーがリーダーの山岸さんと、はいはい、あと朝倉キキさん、はいはい、と小野瑞穂さんと新メンバーの福田真凛さん、うん、この4人で、うん、一緒に見ようじゃないかと。だから26時間の時にね、はい、こういう同じ企画をやったのよ、うん、昔のライブで見るみたいな、はい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 、それがすごい面白かったんで、今回ねもうじゃあもうこれ一本丸々しちゃうじゃないかと。そう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 。いいじゃないですか。こう最新ライブですかね、日本武道館。これね、確かツイッターとかの楽しみっていう声めっちゃ見ましたよ。ああ、そうね。はい。そう、いただいてました。本当に楽しみだっていう。ね、あとね、はい、はがきも来てました、実は。え？なんかちょっと言ったやん。言ってましたね、はがきが。そうそうそう。結構力になりますよっていう。力になりますよっていうのを、もうね、言うたからか、はがき書いてくださった方がいて。届いたんすか？届いて、もうね、まんまと。うん。会社の偉い人がいる会議でそれ紹介されてましたから本当にまんまとっていうのはこのラジオで言っていいのかって話、ありがとうございます本当にそこまで言っちゃう、大丈夫大丈夫、会社の偉い人これ聞いてへんから、聞いてないからね、まあ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 大丈夫、そうですね、その、うん、隅っこでやってるからね、そうそうそう、うん、ここね、そうそう、はいはいはい、本当ね、いやそう、スカパンの隅っこ暮らしですよ、ね、はい、本当に、ね、本当に隅っこ暮らし、ぜひ皆さんご覧くださいそうね、でもね、はい、本当、ありがたいことで、いやすごいですね、いや本当ね、僕自身も本当楽しみです、はい、なんかメンバーとこう一緒にこう振り返れるの、うん、はいはい、はい、そう、実際見に行ったからね俺も、まあそうか、うん、そうそうそう、もう何倍楽しむんだと、いや本当よこのライブを、そう本当にもうやっぱ噛めば噛むほどね、うん、味が出ると、スルメ型、そう、うん、スルメ型ライブですからね、なるほどね、はい、もう本当ね皆さんも噛んで噛んでもうしがんでしがんで、いやもう本当に、シゲキックス、ああなるほどね、もう噛んで、うん、ちょっと、うん、いけいけ頑張れ頑張れ、いきましょう、ここキルポイントやついにカットの指示が出ましたキルポイントでしたということで、ここは切られてるのか分かんないですけどね、そうですね、まあ、でもそこはね、うん、応援を楽しみに、はい、僕たちもしてしてね、はい、聞こうと思いますけれども、はいはい、でも本当にね、うん、皆さんね、ぜひ、はい、12月20日月曜日の夜7時ですけど、はい、うん、
あの、ちょっと早いですけどね。うん、あの、まあもう年末なんでね。まあまあまあ、ね。仕事も早々に切り上げていただいて。まあ、在宅の方とかもね、はい、もうなんか仕事してるふりしながら、はいはいはい、ぜひ見ていただければ、ね。ぜひ見ていただければなと思います。ツイッターとかでもね、一緒になんか実況とかしていただいて盛り上げてもらえればなと。うん、思ってますんで、でなんかその実況のコメントとかも、はい、そのメンバーが拾うみたいなこともね、ちょっとやりたいな、ちょっと双方向みたいな、まあ、僕がやっぱ大事にしてる、あ、ね、生放送で双方向、同時性ね、同時性ね、これをね大事にしていきたいなと。じゃあ本当にドキドキの配信になってしまう。はい、そうね、これ BS カッパでやりますんで、はい、本当にぜひぜひ見てくださいよ。そう、PC、スマホ、タブレットなどでもご覧いただけますんで、うん、概要欄をチェックしていただければ、はいはい、ね。見方が分からないよって方はね、概要欄書いてありますんで。書いてありますんで。でそれでも分からない方はね、あの、カラさんに聞いていただければ。そうそうそう。はい。DM してくれる。はい。この前 DM してくださいって言うたやんか。はい。そしたらほんまにしてきた。ほんまにしてきた。見方分かりません。マジで。何人か。何人かほんまにしてくるんかいと思って。一人カスタマーサービスを。一人カスタマーサービス。カスタマーセンター、いや、もう、ほんまに、めちゃめちゃ正直なこと言うと、はい、カスタマーセンター電話してくれた方がええです。確かに。丁寧に教えてくれました。そう、丁寧に。もうその、僕より。その道のプロが、そう、丁寧に教えてくれるんで、よかったらカスタマーセンター。でも、一回、カラダさん聞いちゃって、カラダさんカスタマーセンター紹介したら、たらい回しみたいな。そう、たらい回しみたいになるから、ちゃんとね、DM で、あの対応を、ね、させていただきましたけども、仕事増やしとるから、ね、はい、もしよかったらカスタマーセンターに ね、 ね、カスタマーセンターのね、はい、あの番号とか貼ってとかいいんじゃないですか。確かに確かに確かにこれね、はい、そう、ほんまに来るんすね。そう、ほんまに来たと思って。いやでもまあその方たちはね確実に視聴者になってくださいね。あ、そうです、ありがたいことです、うん、本当見ていただき、うん、あの 見たいという気持ちがね、うん、本当嬉しいですから。いや、ほんまですよね。はい、本当にありがとうございます。せっかく作った番組なんか一人でも多くの人にね、いや本当そうです、見てもらいたいですからね、見てもらいたいんで、うん、ぜひね、スカッパー入ってみていただければ、はい、なと思ってます。ぜひぜひ、これからのためにも、はい、ということで、あれですか、裏話一個くらいないですか、この番組に関する裏話は。このいやだって生放送だからさ、これからやから、あ、もう今だからまさに会議とか進めてる段階ってことですか。あ、そうなんかこう企画とかどうしようかみたいな。そうね、うん、まあそれで言うと、はい、まあなんかそれだけ、まあ、いやちょっとよく言われるのは、はい、そのなんでこのメンバーなの、うん、みたいなのはちょっとね、あ、この選出の理由というか。そう、あ、じゃあそれちょっと、うん、これはね、はい、あのスケジュール都合ですということだけね。なるほど。そこに恣意的なものは何も入ってない。何もないですよって。単純にスケジュール都合ですということだけ。はい、これだけ皆さんご了承ください。ご理解いただいて、ご覧いただければ。これは説明書ではいいことですね。そう、本当、ね、よかったよかった。いや、だってさ、はい、自分の推しのメンバーが選ばれてないじゃないかとか。はいはい、いや、それもちろんありますよ、ファンやったら。やっぱね、何人か言い張った、やっぱ。うん、そうですよ。なんで呼ばれてないんだろう、うん、この子いないんだとか。みたいな。うん、のはやっぱ言い張ったけど、はい、そこはねちょっと、うん、まあいやだから逆にその悲しいことじゃなくて、うん、その自分の推しのメンバーがちょっとお仕事で忙しくていいことですから。まあそう、確かに、はい、うん、もうだしこの、うん、まあ、番組は番組で、はい、ね、もちろんライブ映像見れますから、そこでも全員出てますんでね。確かにね。そうだからその、はい、今回出る4人から、うん、その今回出てない8人の話題がいっぱい出てくるかもしれないです。あとね、当日ね12月20日はなんと、はい、メンバーのヨフルノさんの誕生日でもあるんですよね。ハピバですよ。ハピバですよ。本当に。じゃあそういうのも絡めた何か。ちょっとね、なんかね、皆さんでおめでとうなんか言いながらね。確かにね。見ていただければ。確かにツイッターとかそこでおめでとうって書けば、そうそうそう、本人も見てくださる可能性もあるわけですから。そういうことですから。いいですか。ね、いいですね。はい、ぜひぜひ。まあヨフさんは出ないんですけどね。まあ、はい、出ないんですけど。スケジュール都合です、ね。スケジュール都合なんで。スケジュール都合です。はい。あのライブの方はね、はい、あの皆さん出てますんで、はい、ぜひ見ていただければ。よろしくお願いします。本当に。思ってますんで。はい。はい、では、チャンネル登録と、はい、高評価、はい、通知ボタン、はい、あと僕らボイシーもやってま す、 すあのボイシーご存知ですか。ボイシーもね、はい、あのこの時、このラジオが上がる時どれだけ更新できてるか、はい、分かんないですけどももうすでに何本かは上がってると。そうですね、はい、やってますので、はい、そちらもフォローしていただければと思います。ぜひぜひ、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。